コモンは、イギリスの競争馬、シュボバ。1891年の2000ギニーエプソムダービー、セントレジャーステークスで優勝し、史上5頭目のイギリスクラシック3冠を達成した。スパイによる、アリントン男爵の肖像コモンは、イギリス同セットの生まれで、生産者である、ヘンリー・スタート初代、アリントン男爵が同セットに構えた、自身の邸宅で生産したサラブレッドであった。 コモンは生産者であるアリントン男爵及びフレデリック・ジョンストン第7代純男爵とで共有され、ハンプシャーで調教師を営むジョン・ポーターのもとに送られた。コモンは青影の馬体で、その対抗はダービー当時で16ハンドを超えるサイズであったという。父アイソノミーはアスコットゴールドカップ連覇の名馬で、種ボバとしてもコモンの後にも三冠馬。 アイシングラスを出す成功を収めている。母ディストルは現役時代にシャンペーンステークスなど4勝を挙げた馬で、コモンが3冠を達成した当時で16歳でまだ健在であったという。ディストルはコモン以外にもニューステークスカチューマのゴールドフィンチ、セントレジャーステークスカチューマのスラッスルを出すなど母としても優秀であった。スパイによるジョンストン巡弾尺の肖像入球当時のコモンは まだ未熟で、そのためポーターは2歳のうちはまだ競争馬としてデビュー、させないでいた。3歳の春になると、コモンの成長ぶりは著しくなり、ついに競争馬としてデビューすることになると、その初戦には4月29日の2000ギニーが選ばれた。初めて競馬場に姿を現す前のコモンを、スポーティングタイムズがみが取材しており、同馬を、イキシーリングリーファインと評している。 直前に行われたエドワード王子との合わせ馬では王子の馬であるゴーン・コーンとオリオンという馬2頭を軽く尻ぞけるパフォーマンスを見せていたがそれでもオッツは8倍さらに当日には10倍に変更される程度の穴馬扱いであった9頭立てで行われたこの競争で先頭に立っていたのはフランス調競馬で上位人気だったピーター・フラワーという馬であったか 残り2ハロンのところで、コモンが、ウィズアウトアンエフォーと戦闘を奪うと、楽に走ったままゴール、2着馬オルビエトニニバンサを、つけて初勝利を飾った。3着には、ピーターフラワーが入った。この年のダービーステークスは5月27日に行われたが、当日は氷混じりのゴール、さらに濃い霧の中での開催であった。レースが始まって、戦闘を切ったのは、トゥーカスという馬で、 これに、フランス長競馬のガバナーがぴったりと続いて先段を形成していた。視界の悪い中、コーナーを回って丘の下りに入るとガバナーの目立つオレンジ色の勝負服が見え、さらには、トゥーカスらの先行集団、そしてコモンの姿も見えてきた。立っての向こうーを回るところでガバナーは、トゥーカスを追い抜き、最後の直線入り口で先頭に立った。 コモンはそのガバナーを残り100ヤードのところで捉え、さらに2馬身離して、ゴール、2冠を達成した。勝ちタイムは2分56秒80であった。3着には、先行集団にいたマートンファーストという馬が入選したが、審議により、後着、ザディームスターという馬が繰り上がっている。ダービーの後、コモンは、セントジェームズパレスステークスに出走して、これに勝利、 その後7月10日には、エクリプスステークスでコバと初の体制を行ったが、ここは、コバシアフーと、及び、ガバナーに遅れを取り三着に敗れた。9月10日のドンカスター競馬場で行われた、セントレジャーステークスでは九頭の馬が集まり、三冠達成の、期待がかかるコモンに2.25倍のオッズがつけられ、同じくこの競争で、貧馬三冠がかかっている耳が6倍、同じく6倍に、 フランス長競馬のレバレンが続いていた。この競争で、スタートから勢いよく飛び出していったのはレバレンで、これはペースを上げることで、コモンのスタミナを削る作戦に出たものであった。レバレンは直線までコモンの目の前、並んで走るセントサイモン・オブ・ザ・ロックという馬の、外側をキープして、プレッシャーをかけ続けていったが、残り1ハロンのところでコモンは先頭に抜け出し、レバレンに一馬審査をつけて、 優勝、三冠を達成した。セントサイモン・オブ・ザ・ロックは首差で三着に入った。三冠達成直後、顧問には各所から種子倍入りのオファーが入った。最初に申し込んだのは、オーストリア政府で1万4000ギニーでの購入を打診していたが、アリントン男爵らはこの申し出は断っている。それから二日後にジョン・ブランデル・メープル順男爵に1万5000ギニーで、 購入希望があると、アリントン男爵らはこれに応じて、コモンを売却した。オーストリア政府は諦めきれず、ブランデル純男爵に2万ギニーでの転売を持ちかけたが、これは断られている。ブランデル純男爵は、自身の持つ、チルドウィックブリー牧場にコモンをなぎ用し、種付け量を200ギニーに設定していた。種ボバとしてのコモンは、期待に沿うほど結果は残さなかったが、 クラシックカチウマとして1ギリニーカチウマのナンナイサーを出している。ヒンバの活躍場が多く、他にもヨークシャー・オークスカチウマ・フェアマイル、アスコット・コロネーション・ステークスカチウマのコムーネなどがいた。ボバの活躍場ではカップディスタンスで多数の競争に優勝したオースベックなどがいる。ブランデル順弾尺が1904年に亡くなるとコモンは売却され、 また種付け量も1922位にまで下げられている。後の1912年12月17日、ボイスブロープ人の持つ、チェルムスフォード牧場にテコモンは死亡した。ありがとうございます。